はい、こんにちは、石原です。今日ご紹介するのは、外部スピーカーですね。こちらになります。こちら、JBL のチャージ3という Bluetooth スピーカーになります。もう以前からですね、だいぶ前からスピーカーすごく欲しかったんですけども、最初は BOSE の、スピーカーを買おうと思ってたんですけども、なかなか、まあ、値段もそこそこいい値段もするし、どうしようかすごく迷ってました。まあ、そこで、たまたま友人が、Facebook で、このスピーカーのことを言ってたんで、たまたま見たら、あ、これなかなかいいなと思って、Amazon とかですね、いろいろ調べて、購入することにしました。自分の方はですね、主に外部スピーカーとしては、決め手になったっていう点は、まずは、まあ、軽量でコンパクトであると。こちらのスピーカーは、800g だそうです。で、あとは、アウトドアですね、バーベキューとかアウトドア、まあ、キャンプ、そういう時にも持っていけるスピーカーがいいなと。あとはそのスマートフォンと Bluetooth でつながって、音楽が聴けると、そういうのも、買う決め手のポイントになりました。あとこのスピーカーがとにかくすごいなと思ったのは、防水で、水の中に1メートルですねの水の中に、30分つけといても使えるという、すごい、IPX70 っていうのかな、なんかそういう、防水の基準があるみたいなんですけども、ちょっと詳しくは私の方は分かんないんですけども、こちらの方でたまたまそういうようなことも書いてあったんで、まあ、アウトドアとかね、雨に濡れてもいいスピーカーがいいなと思って、もう一つは買う決め手にもなりました。あとこちらですね、ちょっと面白い機能があって、もう一台このスピーカーを買うと、右と左とですね、ステレオのスピーカーとしても、まあ、使えるということです。まあ、自分はね、そこまでのものは必要ないなと思って、まあ、1個だけしか購入はしてませんけども、あとこちらの方ですね、後ろチャージする充電するところがあるんですけども、こちらの方 USB 端子があって、スマートフォンの充電もできるということです。で、1回満充電するとですね、こちらの商品は、だいたい20時間使えるということで、まあ、1回充電するとね、もうしばらく持ちます。だから自分はですね、本当にこちらの方は、まあ、スマートフォンと連動して音楽を普段は聞いたりですね、あとは、パソコンと連動して、外部スピーカーとしても使ったり、あとはまあちょっとアウトドアの方に出かけるときは、まあ、キャンプとかね、そういう時にはこのスピーカーを持ってって音楽を聴きながら、まあ、楽しむということに、すごく用途としてはいろいろ使えるんで、まあ、すごく気に入った商品なので、まあ、今日ご紹介しました。あと持ち運びはですね、こちら、まあ、別売りなんですけども、こちらのチャージ3を入れるため、持ち運びのための、専用のケースになってます。まあ、これ非常に頑丈で衝撃にも強い感じです。で、開けるとこんな感じで、まあ、これは充電用ですねと USB ケーブル、まあ、こんな風に入れられて、で、このスピーカーをここに、まあ、こんな風にね、ポンと入れれば、こんな風に、で、手提げもついてて、まあ、持ち運びなんかも非常に便利です。まあ、本当頑丈にできててすごくいい商品ですね。こちらに関しては下の下記の概要欄の方にですね、このスピーカーとこのケースの、リンクを貼っておきますので、まあ、詳しくはそちらの方を見ていただければと思います。じゃあそれではこちらの方の、
音をちょっと、試しに聞いてみたいと思います。はい、それでは、こちらですね、ここのボタンを押すと、電源がつきます。で、こちらの方を押すと、まあ、Bluetooth ですね。で、今は、スマホと、まあ、これと一応つないであります。はい、こんな風に、スマートフォンとですね、連携をしてみました。はい、じゃあ次に、今度はパソコンの方の外部スピーカーとして、接続してみました。それではちょっと聞いてみましょう。はい、いかがだったでしょうか。こんなに、小さいスピーカーでね、すごくコンパクトで音も重低音がよく出て、高音もまずまずな感じですよね。非常に、持ち運びが便利で、気に入ってます。こちらの商品、映像だけじゃちょっと分かんないと思うんで、これはだいたい大きさ的にはペットボトルと同じぐらいの大きさですね。比較したものはこちらになります。はい、ということで、こちらの JBL チャージ3という、Bluetooth スピーカーですねの本日はご紹介でした。とても便利で、もしよかったら下に概要欄にね、リンクを貼っておきますので、詳しくはそちらを見てください。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。それではまた。